今日、三重県四日市市の港にイタリアの大型クルーズ船コスタネオロマンチカが立ち寄りましたコスタネオロマンチカは全長220メートル乗客らおよそ2100人の大型クルーズ船で先月末に東京を出発、沖縄、台湾などを周遊します外国のクルーズ船が四日市港に立ち寄るのは初めてで県や四日市市の誘致で実現しました 三重県にはことし、外国クルーズ船7隻が立ち寄る予定で、県は周辺の観光地がにぎわうことを期待しています。